大丈夫よ。私に死なれでもしたら困るのは向こうなんだから。逆らうな。やっぱり出たな。どこかの強硬派が跳ね返るのは予測済みだぜ。説明おばさんは渡さないよ。誰が説明おばさんか。やめときな。多勢に無勢だ。明らかにしない方がいいのさ。今は和平交渉の真っ最中なんだぜ。それがどっちかの陣営が抜け駆けしようとしてるなんてことが明るみに出てみろ。また戦争になっちまわ。それにどちらの陣営かはもう見えたしね。しかもこんなものまで用意して。あの身のこなし、火星の低重力に慣れてない地球側ですね。ま、今日のところはもう襲っちゃこねえだろう。飯にしようぜ。飯飯。確かに。そうだそうだ。ヤシチみたいなのがいるのね。まあまあ、そんなに硬いこと言わないでよ。ユキナは港お姉ちゃんとバーチャルルームに行きたいぞ。ゴーゴー。というわけで行ってきます。来たかったらついてきてもいいわよ。しまった。泉さん、狙撃して誘拐犯の足を止めてください。この人混みじゃ外すとシャレになんないよ。泉さんの腕を信じてます。早く。了解。何？に、忍者？
何って歌を作っているのよ。そうだね。着替えたよ。趣味なのよ。それも趣味。私、見つめられてる。そんなに見つめないで。そんなに見つめられたら煮詰まっちゃう。くそれじゃあおやすみ。何やってるの？こんなところで。私が敵のスパイじゃないかって思っているんでしょ。そうなんでしょ？ふふ、いいわ。教えてあげる。あの時私はキャラバンの警護に当たっていたの。そしたらあなたたちのトレーラーから忍者姿の女が出てくるのを見かけたってわけ。そしたらその女はボソンジャンプして消えていったわ。そのことをゴートに報告してから追跡調査に入ったのよ。生身のままでのボソンジャンプはそんなに遠くに飛べないはずだから。取引場所に私たちエステバリス隊が張り込むことができたのもそのためよ。あなたが見たのは私が調査からちょうど帰ってきた時の姿。信じるも信じないもあなたの勝手。でも本当のことだから。ああ、なんかたくさん喋った気がする。じゃあちょっと付き合いなさいな。どうせ暇なんでしょ。
何そんなに緊張しているの？そんなに固くならなくてもいいのよ。そう。観念しなさい。あなたの正体はお見通し。ブラックサバスの戦闘員ね。これからあなたを改造してバッタ型戦闘ロボにしてあげるわ。おお、ほほほほほ。とまあそういうわけで、私はもう寝るから。じゃあねー。
そして彼は泉さんに告白したみたい。でも泉さんは、私はパイロットだ。いつ死ぬかわからない奴を好きになっちゃいけないよ。って言ってどこかへ行っちゃいましたとさ。泉さん、今頃どこで何してんだろう。